出しでした。 AC ミスター勝ちましたね。はい、まあ前走後ちょっと短距離報告出たんですけども、もう予定通りここを抜くようにすごくいい状態で、うんうん、いい調整ができてたので、はい、まあ走れる状態にはありましたね。先週ちらっとその話を伺ったら、もう非常にリフレッシュ効果が、まあ、適面だということで、はい、まあ、ですから2頭出し、仁義の方が人気にはなっていましたけれども、AC 西馬もかなり自信を持って送り出したわけですね。そうですね。でも枠順が確定してからは、はい、もう一番いい枠引いたので、もうこれ仁義対西馬かなっていう、きっちりとワンズにできました。で、好意のうちで足を貯めるという競馬。吉村騎手きっちりそのように乗っていきました。ポジションとしてあの位置についた時点でかなり AC 西馬には色気をお持ちになったんじゃないですか。あ、そうですね、うん、まあまあ内枠で一番枠でしたので、うん、スタートだけ、うん、出すようにっていうふうに、うんうんうん、その通り出してくれたんです。いましたね、はい、で道中流れていってどのようにご覧になってました。まあ2頭ともいい位置につけてるなと思って、うんうん、ちょっとまあ仁義の方はこの正面で外からちょっと来られたんで、はいはい、分がはみかんでしまってしんどいのかなと思いましたけども、うん、西馬はずっと折り合ってたので、うん、2頭で来いと思いますけどね。そうですよねそれぞれ馬主さんも違いますから、はい、思いも複雑だったとは思いますけど、はい、4コーナーどのように思いながらご覧になってました。うん、まあ内から裏の馬も来てるのも分かってましたので、うん、まあ、なんとか1着2着でと思って、うんうん、はい、もう西馬今日強かったんです、ね、完全に抜けましたよねあのようなイメージ、私実況していながらスポンと溜めて抜け出していくというような瞬発力勝負には決して強くないんじゃないかなと思ってたんですが、その瞬発力今回すごく出ましたね。そうですね、うん、うまく吉村君がうまく乗ってくれたと思います。うん、まあ、十分溜めが効いたということだったんですね。で、抜け出していって解消ということになりました。で、一方で仁義を2着ということになりましたけれども、はい、ご覧になっていてどう感じましたか。まだまだですね、やっぱまだ、うん、まあ、前回勝たせていただきましたけども、うん、まだまだ経験不足で、経験不足ながら勝ち負けできてるので、うんうん、まだ今後楽しみに思ってます。そうです、はい、まだまだ成長途上と、うん、と思ってます、うん、はい、これで AC 西馬が11勝目の重賞勝ち倉を挙げました、はい、でこのあとまた園田金牌に AC 西馬向かうという話を以前もされてましたように、ここ目標としてはそういうふうな形になります。そうですよね、はい、で仁義も同じようにして園田金牌に向かっていくということなんですね、うんうん、そうですね。あ、どうですかそれ。何、いや、ちょっと1着2着がちょっと複雑な気持ちで、あ同じレースに有力される2頭を出すというのは少しやっぱりレース終えてみてワンツーフィニッシュになったけれどもちょっと複雑です、うん、そうですね、嬉しかったですけど、うん、同じことを繰り返したくないなというのを思いますじゃあ路線変更ちょっとしひょっとあるかもしれないということですか。うん、まあまあ上がりの馬の状態を見てから決めていきたいと思います。うんうん、なかなか1、2着でもバンバンさんというわけにいかないんですいやそんなことはないですそうです、まあ、とにかく AC 西馬の解消というのは本当に見事でしたし、7歳でねこれだけのパフォーマンス、また新たな一面が出たような気がするようなレースぶりでしたので、今後の活躍また期待しています。はい、ありがとうございます。今年勝ちまくりますね。いやいや、まだまだです、まだ足りないです。そうです、もうちょっと頑張りますまだまだ年末に向けまして大きなレースたくさんありますので活躍期待しています。おめでとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。